ハイゼットトラックのエンジンオイル交換です。前回から5200キロ、300キロぐらいになりましたね。はい、で前回オイルフィルター交換して、まあ、その前もフィルター自体やってるんですけど、はい、シビアコンディションではないので、はい、まあね、1回の走行が8キロ以下とかね、その他、1万キロ以上の走行とか、まあ、そういうのがまあシビアコンディションみたいなんで、年間2万キロですか、はい、まあ、半年に1回変えろというのが、まあ、一応ね、まあ、ルールになってるのかなと思うんですが、はい、で、今エンジンね、でこれ前タイヤ、ね、これ後ろで軽トラック、まあ、これハイゼットですけど、エンジンがですねここですね、これがエンジンでございます。はい、これオイルパンね、はい、でオイルフィルターがあって、だからエンジンここにあるんですよね。ですから車軸と車軸の間に入ってますね。ですからこれね、ミッドシップレイアウトということになります。はい、でこの場合ですね、結構後ろにあるんですよね。はい、で例えば乗用車とかだとフロントミッドシップって言っても、フロントのアクセルに少し、ね、エンジン気持ちかかったりとかねしてるかと思うんですが、かなり後ろにありますよね。はい、で、昔アクティっていうのは FF コンポーネントそのまま後ろに持ってきてる、ここにねその辺にエンジンがあって、でさらに、サンバーっていうのはね、その後ろさらに後ろにねエンジンがあったっていう車両もありましたけども、今はまあこのタイプですよね。はい、ただ一応ねフロントミッドシップになるんですか、これあれがあるから、アクセルシャフトがある、ね、ドライブシャフトがあるから一応ね、フロントミッドシップっていうねレイアウトになるかもしれませんが、はい、だからねハンドリングはもういいっすよ。ね、これだからこれあれでしょ、ラダーフレームでしょ、でこれ上に乗っかってるだけでしょ、でこれ外しちゃってシートをこの辺に持ってくるのね、この辺にシートこの辺に持ってきて、でまあ2人乗りでね、でちょっとまあオープンカーでもいいじゃないですか、なんか上になんか乗っけとけばいいんだから、ほらフレームはほらこれね下にあるから上は何でもいいんだから、うん、それでこう作ったらすげえ面白い車ができるんじゃないかと思うんだけども、座る位置が高いかフレームここにあるからね、もうじゃあそのこと真ん中に低い位置にちょっと座らせてって、やっぱり無理か、そういう部分があるんですかね、フレームがねこうあるとね、上にしか乗れなくなっちゃうとね、はい、まあどこに乗っててもね、はい、面白いっちゃ面白いんですけどね。この、軽トラックってやつはね、はい、ハンドリングがたまらないっていうかね、はい、たとえねできれば座ってる位置が低ければって、同じことだよって、ね、はい、で、これね、はい、ドレンボルトです、これくっつけますね、はい、もう抜けた、はい、3.2 リッターぐらいで、フィルターも変えた場合は 3.4 リッターということらしいです。はい、マニュアルによるとね、はい、車はねマニュアル大体ついてますから、中古車でマニュアルないですっていう車ってあんまないですよね。車って大体つけるあと車屋さんつけてくれますよね、取扱説明書に、はい、まあ、取扱説明書ないとちょっとね車の場合はいろんな操作があるからわかんねえみたいなね。あとですね、ミッションオイルは10万キロごとでいいんですけど、ファイナルギアオイルね、後ろ、デフオイルか、デフオイルに関しては、まあ、2年ごとの交換とかね、3万キロの交換っていう風に指定されてますから、変えたいんですけど、下緩めて上からだと知り合いんでしょ、めんどくさいよね、ね、頼んじゃった方がいいですよね。あとまあミッションオイルだってね、本当はね交換しちゃった方がいいと思うんですけど、トランスファーオイルとこれ一緒なんで、ミッションとトランス一緒だと思うんですよね、はい、75W80 って書いてあったかな、で後ろは 80W90 か、はい、そうファイナルギアオイルって結構ね交換頻度が早いんですよね、ミッションはそうでもないんですけどね、はい、やっぱりそれぐらい負担がかかるということなんですかね。今回はオイルフィルターはやめましょう。ね、変えな、ね。しょっちゅう変えてもあれだから。はい、ね、はい。よし、そしたら、日産のね、5W30 入れて、そして、終わり。ね。っていうことになります。はい、結局、またずっと履きっぱなしにしてたスタートです。去年はね、10月ぐらいにね、元に戻したんですよ。わけわかんないでしょ。冬場を前に、9月だったかな、冬場を前に夏用タイヤに戻してどうするんだっていう、ね、そんな感じでしたけどね、今回はもう行っちゃいます、そのままね、はい、履き潰しだね、もうあれはね、はい、もう雪踏んねえから、もう雪踏んねえから、大丈夫かな、大丈夫かななんてね、やってたらいつの間にかもう、
4月5月6月あもういいやつ暑いなーなんてめんどくさいなーなんて、はい、で結局今に至っているということでございます。はい、ということで、オイル入れます。はい。